ってよかった。さすがタントカスタム。エクステリア、背の高いタイプですがのっぽに見えずどっしりとしています。軽自動車の中でもタントカスタムのパールホワイトは一番大きく見え重厚感があります。インテリア、特筆すべきはセンターメーターです。綺麗なカラーコントラストで迫力がありとても見やすいです。シートポジションは低く背の高い車によくある浮ついたような感じは全くない。さらに運転席からフロントガラスまで手を伸ばしても届くことはない。映画のスクリーンを見ているような大パノラマは圧巻です。どこかで見たような光景だと思っていたらアルファードのそれと同じだった。ピラーレスは毎日使うものではありませんが、いざという時あって助かったって何度も思えるぐらい素晴らしいアイデアです。このピラーレスにするだけで相当な労力と時間を費やしているのだろうと思うとありがたさが倍増します。乗り心地、あえて言うなら乗り心地が硬いです。田舎の凹凸道は勘弁してほしいですが、綺麗な道や高速道路では全く問題ありません。高速道路での横風の影響も気になりません。どちらかというと高速道路の方がハンドルと足回りに安心感がある感じです。付け加えではかわいそうですがびっくりするぐらい静かです。リッターカーより静かです。2000、3000回転ぐらいならエンジンの音が聞こえてこない。感動ものです。エンジン、軽自動車のターボは初めての経験ですがびっくりするぐらい走りますね。アルファードより俊敏です。エアコンつけっぱなしで2名乗車で静かに坂道を駆け上がっていきます。爽快そのものですよ。いや、ほんとよく走ります。燃費、エアコンつけっぱなしで2名乗車リッター 15.5 キロ。パワー不足なし、静かで運動性能も合格点。こんなに快適に運転できるのなら全く問題ありません。総評、総じて私にとって最高の軽自動車です。ファーストカーにアルファードを乗っていますが、嫁さんの買い物車としてタントカスタムを購入しました。購入して1ヶ月と15日毎日タントカスタムに乗っています。行くあてもないのに毎日乗りたくて乗っています。嫁がアルファード乗らないならもったいないから売ればいいのにって言ってますわら。長距離5年以上の乗車がなければタントカスタムでいいかなって思えるぐらい良い車です。このレビュー皆さんに伝われば嬉しいです。一言、どんな車でも一長一短はあります。気に入らないところも乗り続けている間にそれを上回る素晴らしいところが発見されるものだと思っています。私にとってタントカスタムは初めての軽自動車で、イメージといえば安っぽい、走らない、うるさい、乗っていると恥ずかしいでした。購入する時も嫁さんの車だからいいか、俺の車じゃないからって思って買ったんですよ。本当にそんな人いっぱいいませんか。だからこそ本当のレビュー、本当の感想がいると思うんです。最後に、軽自動車の存在意義を常に考え、技術競争の中でここまで発展させてくれたダイハツの企画の方、エンジニアの方、本当に良い車をありがとうございました。大切に乗らせていただきます。